始まるよ。どうも皆さんこんにちは、トレバック工場のアンドゥです。今回も目指せスプラスへの道やっていきたいと思います。それでは最初のコースどうぞ。来た、ビューティフルブリッジズだって。うわ、綺麗な橋。うわ、めっちゃテンション上がるじゃん。え、どんな感じだろう。あ、でも今回あれです、あの3人でしたね。そうそう、3人。あ、本当だ、橋になってるんだ。なるほどね、橋をモチーフにしたコース。行くよ、コマ。よし、いた、熱い、いた。ごめん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 。あー、やだ。来た、ジャングルハイジンクス。うわ、どういうことだろう。森のコースしかわからないんで、とりあえずそれを意識します。来た、ジャングルハイジンクス。待って、上に鍵ドアがあるけど、いや、あの鍵ドアは十中八九あれなんで無視しよう。行きます、ふっ、ナイス。来た、戦闘集団、熱い。このスピードについてこれるから兄さん、悪いね君たち。ここで落ち着いた俺とマリオの一騎打ち、もう止まったら最後。なんかみんなやり合ってる。来た、熱い。落ち着いて。いや、キノコ取ってたけど、いや、ここでキノコはいらないです。さすがに。さすがにキノコはいらないんで、落ち着いていこう。あ、ないのか。いや、シュートしよう。オッケーオッケー。ここのシュートはだいぶ役に立った。中間ある!オープン!熱々熱々!手がかかる!あ、ちっちゃくなった。手がかかって、ちっちゃくなって。いや、とりあえずあのルイージを、なんとか止めてくれ!くっ、あいつどこ行った?あいつどこ行った?あ、いたいたいた!いや、食らおう!ここは食らっていこう、正直に。うわ、落ち着いて落ち着いて。あ、だらだらこっちから行けるんだ。あ、でも待って!さっきのあの二人は正解の道を行って、なんだ?10歳ですさんと一騎打ち。え、なんだろう、なんか、なんかあった、なんか、え、なんだ、あ、ゴールじゃないの。オッケー、分かった分かった。あー、なんだったんだこのマジで。全然見えなかった、ゴールだったんだ。お、悲劇。うわ、どういうこと、何か悲しいことでも起きるの、このコースで遊ぶと。うわ、めちゃめちゃ、いや今回、うわ、悲劇だこれは。え、え、え、いや、これ投げ捨ててやろうぜこいつら。あ、わかった、これあれだ、先に死んだやつが勝つ。スター出てきたんだね。うわー、死んだらバカじゃん、やばい、急いで、どこにゴールがあるかわからない。うーん、負けた。お、クラウドランドだって。雲の町ランド、なんだろう、雲の遊べる場所みたいな感じかな。うわ、めっちゃ楽しみ。うわ、く、え、マジで雲じゃん。いや、これも戦闘突っ走った奴が勝つな。いきます。やばい、持たれた。熱い、ありがとう。来た、来た、ルイスと、ルイスと、どっちがいいかな。喉に、負けた。キラピ、うぇ、お、パパだって。パパ、パパ、これ買ってよ。パパ、今日はパパに、これが欲しくて、買ってほしいんだ。ねえ、パパ、これ買ってよ。え、どうしようかな。いや、これ上に入れる?そんなことはないか、さすがに。いた。あ、いや、上に入れる可能性を信じてみる。ちょ、ちょ、ちょ、入っちゃった!これ、ここから行くんじゃない?来ちゃったんじゃない?いや、待って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 、落ち着こう落ち着こう。いや、まだまだまだ。こっちは先、絶対あそこ難しかったはず。こっちの先に進めば、何か起きる。絶対起きる。俺を信じてくれ。奇跡起こしたい。頼む頼む頼む。何かあって。別の土管があることを信じてます。お願いします。来ました、マッシュルームケーブ 1-1。 うわ、来た。マッシュルームケーブってことは、多分洞窟に、多分そのうち潜ると思うんで、いや、ここは、一番後ろから、助走つけて、抜きたかったけど無理だったんで、まあまあ、のんびりゆったり、たっぷり進んでいきたいと思います、ここで。はい、ここで前に出ちゃっていいんですかと、言わせていただきつつ、ゲーム続け、オッケーオッケー。とりあえず、マリオについて2番手は、悪くはない。オッケーオッケー。多分ここに入るんじゃない?いや、違うな。ここに入るんじゃない?まだ先に行けるんだ。え、なるほどね。あ、マリオがいなくなった。なるほど。ここで洞窟インということですね。さあ、どんな感じなんでしょうか。オッケーオッケーオッケー。いや、うまいな、あのマリオ。マジか?いや、でもここはちょっとマリオにプレッシャーかけたいから、俺も、アイテム取るわけにはいかないかな。アイテム取らずに、俺も、いかに知らないか。なんか難しくした1の2みたいな感じ。オッケー、いいね。いや、いや、マリオ。いや、でも絶対やられる。彼は緊張してるはず。今、中間の音しました?めっちゃ俺が喋ってて何言ってるかマジで聞こえんかった。オッケー、ここで中間取れたの熱い。でもマリオがマジでないな。マリオ!おーい!そろそろやられてくんねえか。なあ、マリオ。そろそろやられてくんねえと。俺悲しくなっちゃうぜ、マリオ。頼む、マリオ!やられてくれって!なんであいつあんな上んだ?あいつ上手すぎる!あいつ上手すぎる!ちょっと待って、あいつ上手すぎるって待って、すげえ。お。いやー、くそ!でも!ここで死ななければ別話。オッケー、マリオ、キノコに甘えたところは俺が、かっさらっていく、この、一等賞の座を落ち着いて。オッケー、
よし、危ない危ない危ない、マジナイス。ここでマジカストラーよ。ここでマリオがファイヤーに甘えたことを後悔させてやろうぜ。オッケーオッケー、熱い。これある、これある、これある、これある。ごめん、ゴールだけ出して。よーし、ファイヤーに甘えたマリオに勝利です。ありがとうございます。いや、いい試合だったんじゃない、これは。めちゃめちゃいい展開だった。ごめんルイージ、それどころじゃなかったんだって。いや、俺とマリオのね、対決を見てほしいわルイージ。ロプエデスログラル、うわ、どういうことなんでしょう、全然わかんない。ログラルってコースか、結局。うわー、なるほどね。うわ、これ戦闘一等賞だな。よっち、よ、よ、よし。はっ、えっ、あっ、やめて、待って、わかった、ここに乗ってくんだ。バカめ、俺は悠々と飛行させてもらうぜお前たち。いやー、勝ったわこれ。いや、無理でしょ。あ、そっか、落ちるんか。今回はこれで終わります。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。